今回あの皆さんの発表を聞かせていただきまして、本当に体系的にできているし、サイエンスの方、皆さんおっしゃられているように、スケジュールまできちんと落とし込まれて、内容も多くて、あのこの段階でここまでできているというのは本当に素晴らしいことだと思いまして、私自身も非常に驚いております。でお話を聞かせていただいている中で、私が非常に感じたのが、この会に対しての魅力を持ってもらいたい、それは今参加されている方もそうですし、今後新しく起業されたいとか、まだ入ってないけれども、この日社協の青年部でした日社協自体に入ってこようというふうに思う方が、増えさえすれば、この場っていうものは絶対活性化するだろうなというふうに思いまして、まあ、それに対して何ができるのかっていう、まあ、有益なコンテンツを作りさえすれば、もしくは有益なつながりだったりとか、いろんなものが増えさえすれば、絶対この会は良くなるだろうというところは、あのこの2日間を通しまして非常に感じましたので、まあ、そこに対して、まあ、今回あの事業サポーターという役をいただきましたので、いろいろと、できることをさせていただきたいというふうに思っています。で内容が非常にしっかりしてましたので、まあ、ちょっと逆説的になりますけれども、あの違う考え方をしてみるっていうところもあってもいいのかなっていうのが、逆説的なご提案というか、お話になります。まあ、Think Different でマッキントッシュアップルが非常にもう経営破綻直前になっているときに、一回自分が作った会社を追い出された会社にもう一回戻るということで、スティーブ・ジョブズが、アップルの戦略を始めました。でもう本当に潰れるかどうかっていう時期でしたので、あのマイクロソフトがもうほぼデファクトでもう潰れるよねって言われているところから、自分たちがどうするかっていうときに考え方を変えましょう、売り方を変えましょうというところでやり方変えまして、重要なことに集中する唯一の方法はノーということですよということを言います。あのマッキントッシュがその時やってたことって、かなりラインナップが多くてですね、いろんな商品扱って、オフィス系もやって、何やってこれやって、商品もいろんなバラエティがあってっていうところをやってたんですけれども、一回それ全部なくして、で本当に自分たちがやらないといけないのは何なのかということで、斬新なデザインのプロダクトを出して、で自分たちが世界変えるんだって言ってやり始めて、で今のアップル iPhone があるというふうに言われてます。なので、あの一回こうゼロにしてみて考えた時に、自分たちが何を持っているのかっていうのは意外とですね、まあ、例えば Mac の場合はあの Windows よりも学校に対してのパソコンの導入が多かったんですよ。だそういう強みがあるってことに、いろんなものがあるのに気づいてなくて、じゃあ自分たちは学校教育に対してのパソコン提供をもっと力を入れて、そこでナンバーワンまずなろうとか、デザイン性だったらそのプロダクトのデザインだったりとか、デザイナーの人にとっては Mac はかなりの割合で使われる、だったらデザイン性高めてそこでまた1位を取ろうとかですね、そういうことで一回ゼロにしてみると、結構自分たちが持ってる強みだったりとか、本当に何をやりたいのかっていうところが、まあ、明確に出てくるかなっていうところで、まあ、あの一回こういいものがたくさんあるし、やるべきこともたくさんあるしっていうところなので、逆に言うとやらないといけないことも非常に多くて、こう見えなくなることもあると思うんですよね。なのでそういったところで一回こうゼロにしてみて、あの本当に集中すべきものは何なのかっていうふうに見てみると、より刺さるというかですね、より伝わる、まあ、あの井川さんが言われているように伝えるではなく伝わるっていうあのところができるのかなというふうに感じました。で私 の、まあ、あの会社のロゴを作っていただいたりしてたのが、実はあのユニクロの前のロゴを作られた田中さんという方でして、まあ、非常にこう、まあ、本当に才能の塊のような方だったんですけど、その方がユニクロの柳井さんとずっと仕事してるときに同じことを言われてたんですよね。あの伝えたら0点、伝わったら100点で、伝わらなかったデザイナーさんには二度と仕事は出さないというのが柳井さんのやり方だというふうに言われてまして、なので企画までは一緒にやるんだけど、それで依頼した後はもう一切言わないで、で伝えるだけの0点だったらもう次はないっていう形でされてるっていうふうにおっしゃられてましたんで、まあ、まさしくあの伝えるじゃなくて伝わるっていう、会員の皆さんとかまだ入ってない方にどうやったら伝わるのかっていうのは、あのセミナーをやるっていうところにもう一つちょっと考えてみて、こういうセミナーだったらまだ聞いたことないなとか、こういうものだったら自分たちもっと聞きたいなっていうものを少しこうアレンジしてみて、でメーカーとか講師に逆に依頼してみるとかですね、すると今までそんなセミナーなかったなみたいなことがちょっとした魅力になったりすることもあるのかなとはすごい感じました。平井さんの方であのいろいろ戦略的にやっていきましょうというところは、こういう
いろんな作り方のものとかもありますので、まあ、そういうところを使いながらやっていったりとか、あとはビジョン系っていうお話がずっと出てると思うんですけれども、何事にも物事優先順位があると思いまして、これはソフトバンクの孫社長が言われている言葉なんですけれども、優先順位があって、その順番を間違えると絶対に物事がうまくいかないということで、まずビジョンがあって、理念があって、そして戦略があって、で、将の心得があって戦術があるっていうことをずっと言っています。なので自分たちがどういう山に登ろうと思っているのか、で、そこからの山がどういう景色が見えるのかっていうのをちゃんとトップの人たちが持って、で、それに対してじゃあそれをどう戦略的に勝ち得るのかっていう方法論的なものを持って、で、それを引っ張るリーダーの心得があって、で、その上で戦術としてじゃあスケジュールを決めて何をやってっていう具体的に落とし込んでいきましょうって、この順番が大体ソフトバンクの孫さんが言われるのが、日本の大企業のほとんど9割の会議もしくは 95% の会議は戦術しかやってないっていう、もう上の全部消えて戦術の話をずっとやってるんで伸びるわけないっていうことをずっと言われてます。なので、まあ、本当に未来は作るんですね未来は作るでしたり、2030年ビジョン、まあ、本当に素晴らしいと思いますので、まあ、ぜひ形になるようにと思いますし、こちらも頑張らせていただきますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。